マヌエル・コーパスはパナマ共和国パナマシティ出身のプロ野球選手、宇ト右打ち。1999年8月26日にコロラド・ロッキーズと契約。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のパナマ代表に選出された。シーズンでは7月18日にメジャーデビューし、中継ぎとしてメジャーに定着。 2007年は78試合に登板し、防御率2.08と高成績を残し、シーズン中盤には不調に苦しんでいたブライアン・フエンテスに代わり、クローザーに定着すると22セーブ機会で19、セーブを記録。9月には月間最優秀9位にも選出され、ロッキーズのシーズン後半からプレーオフの大躍進に貢献した。2009年開幕前の3月に、 第2回 WBC のパナマ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2010年11月16日に放出された。2011年4月8日にテキサスレンジャーズと契約。トミー・ジョン手術を受けたため、シーズンをリハビリに費やした。オフの11月2日に FA となった。2011年12月22日にシカゴ・カブスと契約。 2012年に2年ぶりのメジャー復帰。オフの10月26日に FA となった。また11月には母国パナマで行われた第3回 WBC 予選のパナマ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。2013年1月9日にフルスのロッキーズとマイナー契約を結んだ。オフの10月17日に FA となった。 2014年1月31日にロッキーズとマイナー契約を結んだ。7月13日に解雇された。この年はメジャーで登板することはなかった。2015年はメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。7月15日にトレードでオアハカ・ウォーリアーズに移籍。2016年2月17日に解雇となる。 6月19日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。2017年6月16日にシュガーランドスキーターズと契約。2018年5月1日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約。2019年8月14日に独立リーグアメリカンアソシエーションのミルウォーキーミルクメンと契約。ありがとうございます。